青森県西津軽郡深浦町。深浦町には千畳敷と呼ばれる海岸があり、平らに敷き詰められた岩場が一面に広がっています。この地は鎌倉幕府滅亡につながる安藤氏の内乱の際、安藤末永が城を構えた場所として知られています。末永の城は千畳敷にほど近い小高い丘を登ったところにあります。そこには大きな杉の木がそびえ立っています。大きな杉は関の杉と呼ばれています。遠くから見た姿が亀のような形に見えるところから亀杉とも呼ばれています。亀杉のそばにある石碑は周辺から集められたと言われ、全部で32体ある石碑群は南北朝騒乱時に作られたもので、当時の安藤氏の勢力をうかがい知ることができます。亀杉から海沿いの国道を南西に30キロほど進むと円覚寺が見えてきます。円覚寺の中にある地宝館には多くの歴史的遺産が保存されています。曲げ額は自らの曲げを絵馬にして奉納したもので、航海を無事乗り切った船頭たちがお礼参りに納めたものです。人々の生活の中に信仰が深く関わっていたのを感じさせます。毛髪刺繍八層釈尊涅槃図は1904年8万4000人の毛髪を使用して5年をかけて作成されたものです。深浦町には中世から近代まで歴史に思いを馳せることができる様々な場所が存在します。